APEX レジェンズの国際大会、日本代表が世界の強豪と戦う FFL ガレリアグローバルチャレンジ。熾烈な国内予選を勝ち抜いて日本代表となったのは、代表決定戦で最多驚異の81キル、破壊神ハンマードリル擁する FC デストロイ。高校3年でチームを組み、結成1ヶ月でプロリーグ ALGS 日韓で優勝したシコロク。代表決定戦1位、今年の ALGS 北アジア太平洋リーグ3位、リン・シュンミ・メイニーのフローラ。日本からおよそ13時間のフライトで現地に到着した日本代表。あ、さっきすごいゲートの人に問い詰められて、もうだいぶ慣れてます。ため息とか疲れてすごい話してます。言語の壁っていうものをすごい感じました。恐ろしい。なんか NRG っていうチームがありまして、そのリーダーみたいな人がいるんですけど、そのリーダーがすごい頭が切れる人で、スイートっていう選手がすごいそういう感じなんで、めちゃくちゃワクワクしてますね。とりあえずチャンピオンは取りたいですね、絶対に。まあ、それこそインペリアルハルとかですね。はい、いやもうとんでもないです。そんな日本に立ちはだかるのは北米プロリーグのトップチーム。中でも注目は、強豪ひしめく北米リーグで安定した強さを見せる NRG。 司令塔スイートはファイトに判断力、作戦、指示がリーグナンバーワンと評価されている選手です。そしてエーペックス界の皇帝、世界的大人気のインペリアルハル。今大会はクラウド9から出場します。日本代表は空港から直接試合会場へ。到着した試合会場は e スポーツに特化したゲームセンター。大会は2日間で12試合を戦い、順位とキル数に応じたポイントの合計で競います。第1試合、 FC デストロイがインペリアルハル擁するクラウド9と対決。囲まれてるこの状態、ハルのジブラルタの広げてるか、ザックがレイに取られている。レイジが落としています。さあただここで落ちて一時交換。さあさらに返してる、もう残ったハルだぞ。さあハマドリル、さあハッカーのいるか、どうか、取り切りました。ハンマードリルが皇帝インペリアルハルを撃破します。しかし第1ゲーム、日本チームの最高順位は FC デストロイの10位。力の差を見せつけられます。続く第2試合、シコロクが最後の2チームまで残り、2対1と有利な状況。これ1枚じゃないか、クラウド9残ってるのは1人、へしこ直弘、息を潜めてから取り切るか、1対1、1対1です。そのダメージが痛かった。うわ、取ったのは e スポーツアリーナでした。2人で攻めるもあと一歩のところでチャンピオンを取ることができなかったシコロク。そして第3試合、ついに歴史的瞬間が訪れます。残り3対7人、やるぞ、ボールバックに刺さってる、3人残ってる。フローラ、このままいけるか。さあ取るを狙った、さあ上を取る、ナイス、さあ取り切った、残り1だ。さあこれであと1人、フローラ日本代表頑張って、フローラあと1人、耐えた1人を取り切りました。シャワー、レッツジュース、気持ちいいんだけどこれマジで。ついに北米リーグのトッププロを倒してチャンピオンを獲得したフローラ。初日を終えて日本代表の最高順位はフローラの6位となりました。
大会2日目。第10試合、NRG の司令塔、スイートが見せます。ネーフェンが打ち合っていて、少し欲張って前に出ればスイートが打ってくる。マンバ引いている。シェルジー我慢して、おー、行っている。完全に見ていない。完全に冬をつけましたね。さらにアーマー終わって、いい仕事をしたスイート、ここでロッカーの合流待っている。いやー、戦い方も完璧ですね。ロッカーでスイッチワンキル、2キル目ロッカー。今のシーンをもう一度。スイートは建物の中にいる敵の意識を味方に向けさせている間にすぐそばまで近づいて攻撃。 NRG は安定の強さで4位。そんな中、日本のシコロクも2位と健闘を見せました。そして第11試合は終盤4チームに FC デストロイとフローラが残る激アツな展開に。警戒、エアハンマードリルは止まらない。7キルキルリーダー、行くしかない行くしかない、ゴーゴーゴー。ラスト2チーム、残ったのは日本のフローラ。上がらないぞ、前に出る。シザースは削れているぞ。目にまぶいます。目に耐えて耐えろ、耐えるだけでいいぞ。リブートだ、リブート。ここでフローラの柱、俊美のリブート。ナイス、俊美脇のダメ。ナイスナイス。なんと2度目のチャンピオンを獲得したフローラ。この試合12キルの FC デストロイも2位に入り、日本チームのワンツーフィニッシュ。そして全ての試合を終えて優勝したのは NRG。 日本はフローラの4位が最高順位となりました。打ち合いはやっぱ通用するなと。なんか近くにいるだけですごい圧かけられて、まあ、実際に圧すごい感じたんで、まあ、ああいうプレーが自分たちもできたらなと思います。まあ、1チャンピオンぐらいはちょっと取りたいですよ、次は。正直強いのは強いですけど、全然やれるなっていうのが正直なところですね。本当によく伝わってきて、その感情、自分の嬉しさもチームメイトの嬉しさも何倍も喜べるっていうことが本当に良かったですね。シャドーバースプロリーグの年間王者を決めるリーグチャンピオンシップが開催されました。連覇を狙う福岡ソフトバンクホークスゲーミングとセカンドシーズン優勝の NTT ウエストリバレントが対戦。5戦先勝で優勝が決まる試合は意外な展開に。さらには黒龍の呪いでスキャットリーパーの回復分削り切ったホークス2連勝。ソフトバンクが序盤から巧みなプレイングを見せ、着実にリードを広げます。後半に入っても勢いが衰えないソフトバンク。4点ダメージ全体1点、スージーのバフ、ラストはこのスケルトンリーダー、優勝候補の SHG。 リバレントを全く寄せ付けず、終わってみれば5対0のストレート勝利。福岡ソフトバンクホークスゲーミング、連覇達成です。そうですね、セカンドシーズンの最終節、リバレントに 0-3 で負けてしまって、こうリバレントの対戦が決定したんですけど、もうその時からもうずっと 5-0 で勝ちたいと思ってたんで、もうこの形でもう最高に満足してます。応援ありがとうございました。